そっちは駅方面じゃないよ。ほんと、筋金入りの方向音痴よね。初手から間違えるなんて信じらんない。それにしてもすごい登りね。クオンジ一座とかクオンジ六月とかさあれクオンジ君の登りでしょ。どうかした？あんたね、昨日案内してあげた恩を忘れたっての？猫だって3日は恩を覚えてるわよ。その通りよ。あと、私のことはくるみでいいわよ。なんでって。なんでよ。でしょ？いや、ほら、その方がなんとなく私的に自然なのよ。おう、むつみくんね。そうだけど、だって先生からクオンジのことよろしくって言われてるし。それに眼帯してるから方向感覚がおかしくなって、また道を迷いそうな気がしたんだもん。初手から反対方向に行こうとしたくせに。どうだか、なんだか説得力に欠けるんですけど。急がなきゃ。遅刻したらあんたのせいだからね。
また見てるの？飽きないわね。ふーん、そうだっけ？なんかもっと前からいるような気がしちゃって。晴れてよかったよね。まあ、夢がないわね。何してるの、むつみくん。早く行かないと遅刻しちゃうよ。何バカ言ってんのよ。むつみくんが方向音痴じゃなかったら普通こんなもんよ。まだあんたのキャラつかめないわ。ああ、むつみくんは初めて見るんだっけ？あの人は御影ニーナ先輩。私たちの二つ上よ。
れね、いつもあのレインコートを着てるの。見る方はもう慣れちゃったけどね。信じてもらえるかどうかわからないけど。それもそうか。とにかく中に入りましょう。おはよう。チース。さっきの話だけどね、先輩がなぜレインコートを着ているかというと、感電予防なのね。ピリッとくるだけだったら、別にレインコートなんていらないでしょ？はい、消えたそうじゃなくてね、空を飛ぶのよ。あ、正確には飛んじゃうの。本人の意思とは関係なしに。あら、クジラだって空を飛ぶんじゃなかったの？それでどうなのよ。私の言うこと信じるの？信じないの？あの人ってちょっと可愛い系だから男の子には人気があるんだけど、本人は男の子が苦手なのよね。よくわかんないけど、椅子に固定してるんじゃないかしら。そうね、できたら取材とかも楽になりそうだし、あんな思いをして潜入しなくとも。
私そんなこと言った？気のせい、気のせいよ。とにかく先輩に関しては本当のことなんだからね。他の人にも聞いてみなさいよ。それよりも問題は、今私が大注目している二つの事柄のうちの一つなのよ。コホン。この町にクジラの見える丘公園ってあるでしょ？あそこにとっても不思議な女の子がいるの。クジラがよく見えるあの丘のてっぺんで、私会ったのよ。白いワンピースの女の子に。その子、なんだかすごく不思議なのよね。私もその時のことあんまし覚えていないんだけどさ、夜だったし。なんていうの？クジラとまるで話しているような感じなのよね。夜空を見上げたりしてね、ゆらーゆらーってクジラの動きに合わせて動いてた。だから不思議なんじゃない。でね、その子のことちょっと調べようと思ったのよね。なんだかまるで幽霊みたいだったから。あ、もちろん比喩だけどね。でね、でね、取材するためにはその対象に名前がないと困るわけよ。そこで私は彼女のことをクジラの少女と名付けたの。名付けの親としてバッチリスクープするつもりよ。そうかな。くるみちゃん渾身のネーミングセンスだと思ったんだけどな。でしょ？
よーし、このネーミングを地味に広めておこうっと。まあ、そっちのことはおいおいでいいのよ。長い目で見てるの。以前会ってから何度か会いに行こうと思ってるんだけど、あれから一度も会えてないのよね。でも、私は新たな特ダネ記事の候補を手に入れてしまいました。なので、まずはそっちからよ。それは、あなたよ。もんじゃなし。どうしたのよ。突然カエルが潰れたような声を出して。これに懲りたら、もう二度とその顔を俺の前に見せるんじゃねえぞ。はあ？
おはようございます。おはようございます、灰原さん。おはようございます、茂木先輩。それでは。はい。変な人ですね。それでは、失礼します。はあ、憧れちゃうな。本物だわ。
違うわよ、何言ってんのよこのバカ。黙れバカ、死なすわよ。だからなんでそうなるのよ。いいなずけなんていないわよバカ。万人にわからんこと言うな。でしょでしょ、女装とか似合うと思わない？そりゃそうだよ、だってくれ。はあ、むつみくん、こんなやつ相手にしなくていいからね。それよりも早く職員室に行かないと先生待ってるよ。学園の地図よ。昨日約束したでしょ。作るのすっごく大変だったんだから。
徹夜で眠いわよ。あー、いいなー、くるみったらずるい。頭痛い。くるみったら夫婦同伴でご出勤なんて、いかすわねー。とん！よく来たな、勇者よ。しかし、5つのオーブを集めなければ、この私は倒せなくてよ。なに？信じらんない。あの大ヒットロープレを知らないとは。あなた、モーグリね。ほんとノリが悪いわね。そんなんじゃステーツでは生きていけないわよ。あんたも何か言ったらどうなの、くるみ。夫婦でしょ？誰が夫婦だ、ユン。あんたいきなり何言ってるのよ。こいつは転校生で、私は案内してるだけだってば。へえ、そうなんだ。ああ、もう、何やってんのよ。早く教室戻らないと、先生来ちゃうでしょうが。睦弥くんは先に職員室に行かないといけないんだからね。睦弥くんとは、これはまたさすが夫婦ですな。もう、ほら、さっさと行くわよ。待ってるわよ。